こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。今日は月発ゼロまであと24日となりました。今日は、この原発ゼロへの道、廃炉作業への費用をどうするかということをテーマにお話をお聞きしたいと思います。福井の小浜で長年脱原発の活動をされていた中島哲園ご住職に、お聞きします。ドイツでは国営の原発の廃炉作業については全額税金で、作業をしているそうです。またイギリスも4500億円を年間かけて、廃炉作業を進めているということなんですが、今の日本の、電気料金の制度だと、その廃炉費用が全て電力会社負担に一気になってしまうということで、この日本にある原発すべてを廃炉作業にすると4兆数千億円もの損害が一気に電力会社にかぶってしまうと、それがちょっと嫌なんで再稼働したいというのが電力会社の本音だそうなんです。なので、では哲園ご住職にお話を聞いてみましょう。今再稼働を許さないその反対運動の根拠としてね、科学的に考えても理不尽だらけの、危険性を押し付けられることに反対というね、科学的な面からの要求、それから倫理的な要求、つまり子孫に対してとか現世代の私たちはお金や経済よりも命を優先するならば許されないというね、そういう倫理的な要求を突きつけている、この根拠っていうのはかなり行き渡ってきているんですけど、確かもう一つ経済的な問題がこの再稼働に向けて衝動的に原子力村の人たちが動いてるっていうね、この構造メカニズムを国民はもっときちっと認識すべきだと思ってますね。今日言っておられましたよね。大井原発で1年ちょっと稼働してる間に4000億円の売電利益があったと。だからこれは全国レベルで言えば2010年事故が起こる前年の電気料金はトータルでね、日本の電力会社10社ぐらいで14兆3000億円余りの電気料金なんです。でそのうち2兆円が原発産業に振り当てられているんです。で3000億余りが国に税金を納めて原発推進のための原子力村を養成するためのお金に振り当てられている。つまりこれまでの 3.11 事前においては14兆数千億円のうち原発に振り当てられていたお金は2兆数千億円毎年毎年ね。それが今度例えば2013年度中に国内全原発を廃炉という決断をした場合ね、4兆数千億円の損失総額になる。でこれは今の法令の下では、電気料金制度の今の法令の下では、それを今の電力会社が短期間でその損失を補填しなければならないとなると経営破綻なんですね。だからさすがの国策として推し進めてきた経産省資源エネルギー庁の電気料金検証作業部会の中で、これはもう大変だっていうので、10年かけてその4兆数千億円の損失を埋め合わせていこうという相談が今行われる。これをこの作業部会の方にこそね、全国民は目を皿のようにしてウォッチングすべきだと私は思ってるんです。そしてその中でもちろんガラス張りの議論をさせて、ガラス張りにあらゆるデータや情報を全部公開させてね、それでなおかつ当事者の電力会社や国策として進めてきた国が損失補填しなければならないけれど、それでもなおかつ消費者や国民が補填しなければいけない損失部分が出てくるならばね、その部分は40年間国民や消費者は一応原発の恩恵を好むと好まざるとにかかわらず受けてきたことは事実なんですから、もう全原発の稼働
を再稼働を許さないということを絶対的な条件と引き換えにね、その国民消費者が負担しなければいけない部分の痛みはね、私たちには分かち合う用意も覚悟もあるから、その代わり全原発をもう停止せよ、ね、再稼働するなっていう、そういう要求をやっぱり突きつけていくっていうのはね、実質的に再稼働を阻止していく上でね、すごく大事なレベルの問題ではないかっていうことを私は言いたい。何も安全要求だけ厳しくしていても、命が大事じゃないかって、子孫のために倫理的に許されんでしょっていうことをいくら口酸っぱくして彼らに言ってもね、彼らは経営破綻で頭がいっぱいだから、聞く耳持たないから、彼らに対してしかしかかくこれはもう当事者が負担する、国も負担する、その中ではみ出してくる部分があるならば、我々だって全部消費者も国民としても痛みを分かち合う用意覚悟があるぞと、だから止めようっていうね、ここまで言われたらね、彼らも聞く耳を持たざるを得なくなっていくと思いますから、そこまで突き詰めていく再稼働反対運動っていうのは私は大事だと思う。そこまでまだ確かにそこの部分が広がってないですよね、うん、の廃炉費用についてはある程度彼らもちゃんと積み立ててるんですけどね、廃炉に向かって、で廃炉でまた新しく地元住民の方々の仕事を作るということも廃炉ビジネスだってあり得るわけですからね。ドイツではその3分の1ぐらいということでしたけど、稼働中の3分の1の労働者は廃炉で雇うことができるっていう話を聞いてました。ただね、廃炉ビジネスも確かに延々と廃炉に向けてのその被爆を伴う労働も必要不可欠なんですよ。でもこれまで40年間一般国民は被爆労働者の労働条件や運命に関して無知無関心が来てしまって、不必要な被爆やノルマを押し付けてきたんですね。これは今後の廃炉ビジネスとでは私は許されないと思ってるから、国民は廃炉に携わる人たちの被爆の安全管理を絶対厳しくしていってね、でノルマを厳しいノルマを課さないようにしていくっていうことは、やっぱりちゃんとした待遇と被爆を最小限に抑えながらということは、たくさんの労働者を保障していく必要もあってね、これは実質的に廃炉の作業を厳重なものにしていくことにつながると思いますし、雇用面でもその面でもより確実なものにしていくことができるわけですよね。そういう問題も含んでると思います。ですから何か原発が止まれば地元の人たちはいきなりもう仕事が何もかもなくなっちゃうなんていうね、脅迫観念に近いものを持ってるんですけど、そんなことはないですよ。止めたって延々として後始末の問題がありますから、これは子孫に対してのもう原発を動かしてきた私たちの世代の責任ですよ。少しでも鉄園ご住職ありがとうございました。こちらにですね、総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会廃炉に至る会計制度検証ワーキンググループというところのホームページがもう出てます。で、議論の内容なんかもちょろちょろっと見えるんですけど、その中でも、現在の料金制度下では廃炉を決めてしまうとその後料金には入れられない、しかし廃炉にしないで将来も使うということになれば原価焼却費も料金原価に入れられるし、レートペースにも入れられるという構造になっていて、動かすことが合理的でないと思われるもの、例えば老朽した炉でもあくまで動かすと強弁し続けると料金に乗り、
廃炉にするというと料金に乗せられなくなるので廃炉と決断することがしにくくなるという歪んだインセンティブを取り除かなければならないと結構まともなことを言ってるんですね。なのでこちらのワーキンググループの動きを皆さんもチェックしてですね、どういう議論が行われているのかガラス張りでウォッチしていきたいと思います。で思うんですけど、ですぐこの廃炉費用全部国民が得るっていうのも変な話なので、まずね電力会社は持ってる財産を、こう全部お金にして廃炉作業に、当ててほしいんですよね。でその時どさくさに紛れての発送電分離っていうのも一緒にできちゃったらいいななんて思ってるんですけど、その辺の議論ももっと、皆さんで活発に議論して今後電力会社どうすんのよっていうことを考えていけたらいいんじゃないかと思います。絶対ゼロにします。ではね。